倉敷市復興プロジェクトの斉藤敦子幹事、同じく倉敷市復興プロジェクトの小浜博美代表をお願いいたします。なお本日は JR 東日本東京吹奏楽団から5名の皆様がこの字幕を盛り上げるために駆けつけてくださいました。さあそれでは皆様ご用意ができましたら字幕に移らせていただきます。どうぞ今そっと手を添えていただきまして、JR 東日本東京吹奏楽団のファンファーレとともに私の方からどうぞと掛け声をいたします。声をかけましたら一斉に紐を引いていただきますようにお願いいたします。すいません、はい、東日本大震災の被災地の一日も早い復興を願い、被災したすべての子どもたちに笑顔が戻ることを念じまして、お立つ石への除幕です。